Sorry, 始めます。はい、好開始了。私はありがとうございます。私はデザインのプロモーションという仕事を始めてから、50年近く経ちます。他呢从50年前开始设计的推广已经工作了这么多年了。50年前のデザイン、まあ皆様当然生まれてないと思いますが、それはどんなとこだ、どんなものだったんだろうっていうことをちょっとだけお話しさせてください。50年前的 Ribbon, 你们大家应该还没有生下来的时候、Ribbon 的设计是怎么样、はい、我先讲一讲。当時は物を所有することが幸せになることだと思ってました。当時呢、Ribbon 人觉得所有东西是、那个富足、はい、だから生活をちょっとだけ楽しくしてくれるもの、まあ、ちょっとだけ魅力的なものを作ることがデザインという言葉だったと思います。所以呢当时的设计是、让生活、更开心一点美丽一点的产品就是设计。だまあ、ある意味ではとても単純なデザインという単純な時代だったんだろうというふうに思います。我觉得当时很简单的时代、そして50年が経ちました。今日のデザインはどんなものでしょうか。然后呢现在已经过了50年现在、目前的那个设计是怎么样。まずデザインの領域はものすごく増えました。そしてごめんなさい。そしてデザインの、役割というんでしょうか。それは多様化しました。そして新しいタイプのデザイナーも登場しています。现在呢，设计的领域慢慢扩展，而且设计的作用也是多样化。还有呢、新的设计事业、出现了、okay. ともかく50年の間にデザインはものすごく変化しました。で、私はこの変化というものを次のステージへの進化が行われたんだというふうに理解したいと思います。所以呢50年的年内设计有大的变化、我认为这个是设计进入了下一个阶段一种进化。その進化というものをちょっと簡単に説明してみたいと思います。所以呢，我简单说明一下这个设计的进化是什么。私たち自身は私たちのことをデザインしますね。明日の生活をどうしたらいいかという意味で誰もがデザイナーなんだろうと思います。我们是都是设计师，我们设计自己的生活。我们明天吃什么呀？我们明天吃什么？我明天几点起床什么的。で 私はもっと私よりもで上手いデザイン、デザインがうまくできる方、それに出会います。そうするとデザインを依頼します。お願いをします。然后呢、如果我碰到比我、做设计更好的人的话呢、我打算让他做、为我做设计。依頼された方、つまりデザイナーは自分のデザインというよりも、前にいる人のデザインをしてあげる。つまりデザインフォーユーという形で次のステージが始まったんだろうと思います。所以呢、一开始是、为了自己设计、但是下一个阶段是、设计为别人。这个也是、另外、下一个阶段。産業社会になって、なりました。つまり今から20年、ごめんなさい、200年前までは、まあ、こんなもんだったんですよね。それが産業社会が始まった途端にデザインがとても複雑になります。然后呢、产业社会开始之后呢、设计、的工作是越来越复杂。つまりデザイナーはクライアントから仕事を受けます。でもクライアントのためにサービスをする、デザインをするというよりも、クライアントがサービスや商品を提供しようとする人のためにデザインをする。然后呢、有客户把设计的工作交给设计师、然后设计师的话呢、不是为了客户设计、还是要考虑一下这个产品的用户。産業社会のデザインというのは言ってみれば
まだ知らない彼とか彼女のためのものをデザインをするということをしてきたんだろうと思います。所以呢，产业时代的设计的话呢，不是为了面前的你，是为了我还没见过的他或者他们，还没见过的他们，为了他们设计。まあ、しかしこの 見たこともない知ったこともないという人のためにデザインをするというのにはやはり限界があったんだろうと思います。そこで次の時代というのが始まってきます。但是呢还是为了不认识的人设计师还是有限制所以呢新的时代要开始了。ある意味で今の時代というのは誰もがデザイナーになれる時代、誰もがデザインとしてのスキルを持っている時代だと思います。现在呢，我认为是现在的时代是，所有的人可以成为设计师，对，大家有能力的。私のためでもあり、あなたのためでもあり、それから彼とか彼女のためである。つまり、みんなのためにデザインができる時代、このような時代になってきたんだろうと思います。为了我、而且为了你、还有为了他们、为了大家、现在的时代是为了大家可以做、设计服务。私がちょっとこれからお話をしようとするのは、この時代からこの時代への転換というものをグッドデザイン賞の事例を使いながらお話をしようというふうに思いました。然后呢，今天我演讲的主要的内容是刚才给你们看的那个图标的那个变化的那个情况呢，通过我们的GMAC Award 的那个作品来说明一下，解释一下。グッドデザインアワードというのは1957年、今から60年前にスタートしました。GMAC じゃん、是那个1957年、已经有60多年的那个历史的设计奖。現在では4500のエントリー、応募があります。現在有4500的招募。大きな特徴はジャンルを決めていないこと、つまりそれがデザインだと思ったら、どうぞ応募してください、どんなデザインでも構いませんということを言っているところは大きな特徴です。GMAC ちゃんだねか特性就是说那个我们没有设计的分类类别，我们没有特意设定的。で現在4500なんですが、そのうち1500以上というのが、中華圏からの応募になっています。つまり3分の1もう 30% を超えて、皆様から応募いただいているというような状況です。はい。然后刚才说的4500作品的里面呢，从中国、台湾、香港那边的、中华那边的过来的那个作品的话，已经超过三分之一，1500多个那个作品。そういう中で、まずグッドデザイン賞というのを選びます。これが1200点ぐらいです。でその中からベスト100を選び、さらに金賞を20選びます。そして最後にグランプリを一般の方々も含めての投票で選びます。然后呢，四千五百里面呢，我们先选1200的那个 GMAC 奖，然后再选best 100，best 100， and also 那个金奖，就是那个20个那个作品。然后呢，通过那个民众的那个投票也有，然后呢，最终我们最后选大奖。まあ投票ですから、候補を選びたい。この6つの候補を、審査会は皆さんに提示をしました。その中から一つ投票してくださいというお願いをしています。所以呢，为了选大奖的时候呢，我们也提前选六个那个大奖的那个候选，然后今天的话，每个那个作品呢，一个一个介绍一下。まあ、ここにはいろいろなデザインの事例というものをその皆様に示そうという意図があります。
そこ、はい。あ、どうぞ。はい。そこでこの6つを紹介していきたいというふうに思います。对，所以我今天想聊，介绍一下六个那个案例，就是说我们的候选的作品不仅是那个一个领域的设计，有各种各样的领域的设计。これは富士フィルムというフィルムメーカーなんですが、フィルムメーカーが新しく開発した X 線の投射器です。はい。这个是那个日本的 Fuji Film 公司的作品。这个是那个 X 线的那个摄影转机。病院に実は行けないお年寄りというのが実はたくさんいます。その人を看、その人を診断するためにポータブルなレントゲンの機械というものが必要です。で、今までとても大きく重くて、まあちょっと持ち運べができるようなものではありませんでした。それを10分の1ぐらいのサイズに、スケールダウンしたというケースです。うん。然后呢，现在日本老年人的话呢，自己无法去医院的人比较多，所以呢，为了那种老年人的那个支援呢，他们研究开发的这个携带的那个 X 线的那个装置，然后这个的话呢，重量是比原来的那个装置的那个十分之一，所以呢，这个非常轻，所以这个也比较容易携带。まあ、デザイナーはその使っている場面を観察してどこに問題があるかを発見をしてそのことをきちっとしたものに成立させていきます。嗯，然后呢，当时设计师的话，他们也现场调研，然后发现他们现场用的这个机器，还是有一些痛点，所以通过这个痛点的解决方案来改善这个造型。まあ言ってみれば正しいインダストリアルデザイン、そのようなものが今でも必要とされていますし、これからも必要とされています。そういうことの事例、そのことの事例だというふうに思います。这个案例的话呢，还是比较传统的工业设计的解决方案吧。他想说的，我想说的是，还是今后将来也还是会有这种那个传统模式的那个产品设计。次はソニーのアイボを紹介をしたいというふうに思います。あれれれれ、ちょっと待ってね。これで OK。接下来、はい、我想介绍一下那个ソニーのアイボ。1999年なんですが、21世紀の1年前にこの前のスタイルのアイボが出ました。ちょうど20年ぶりのモデルチェンジをしたというものだと思います。这个ソニーの iBo 是第一代，是1999年，就是那个20世纪的前一年，开始上市的，所以已经有20年的那个历史。まあこれについてはあまりコメントはないんですね。まあ说实话。我对这个产品没有什么想说的。嗯、まあ高いおもちゃだよねっていうのぐらいしかちょっとコメントができない。我只能说这个玩具其实很贵很贵的。まあこれをデザインしたデザイナーたちはちょうどこんなように言ってるんですか。ロボットというのは物にするか人工物にするかという二つの回答がありますねと。でそのもう一つの回答を考えてみましたという言い方をしています。もう一度繰り返しましょうか。はい。はい。人間に寄せて、人間とそっくりにするか、それとも人間ともっと離れた機械にするか、その二つの回答が今までありましたね。でもそれとは違う3番目の新しい生き物というような回答があるのではないか。こんなことをソニーのデザイナーは言っていました。嗯，这个新的 iBo 的话呢，索尼的设计师说了，他们一起想探讨一下，这种那个机器的那个宠物机器的话呢，还是要像那个人的那个造型，还是不好意思，有点难说，就是那个有两本来有两个方向，越来越像人，或者越来越像机械机器，
然后呢，这个 Ivo 的设计师的汤导就是第三个那个选择新的那个宠物那种对。OK。次に紹介したいのは、実はこれを3年前からグッドデザイン賞に出してほしい、出してほしいというふうにアプローチをしていまして、やっと出てきてくれたというような事例です。これは本当に素晴らしいと思いますよ。はい。うん。然后呢，这个第三个案例的话呢，我从三年前一直邀请他参与那个GMAC 奖，然后他终于今年过来了。对。これは都市の新しいスクーターなんですけどね。あ、ごめんなさい。スクーターなんですが。都市の新しい交通システムを作り上げるというような事例です。这个是一个那个电瓶车的那个交通系统，然后这个是通过电瓶车创造城市里面的新的移动的那个系统的提案。一つのポイントというのは、こういう形で充電をするのではなしにバッテリーを交換するというシステムを作り上げたこと。このことによって使う人の気持ちというのはとっても楽になる。こういうところに大きな特徴があると思います。うん。然后这个电瓶车的那个特征就是不是用电线来充电的，就是把机器里面的那个充电器呢直接交换，就可以再走路。嗯。それで私たちはというか私はとのこのリックさんのアプローチというものにとても新しさを感じていました。うん。然后呢，我当时觉得，这个设计师他是那个台湾人，叫陆桑，陆桑的那个他的那个 approach， 我觉得非常有兴趣。彼はもともとがデザイナー出身ですよね。他本来是一个工业设计师。でそれで実はこのプロジェクトというのは5年ぐらい前に始まっていきます。5年より先に始まってます。そうですか。然后这个项目也是从5年多年前開始的。で彼は、実験を繰り返し新しい資金を導入し、そして、パナソニックをはじめとするこのシステムを作る会社。システムに必要な機材を提供してくれる会社、そして自治体等を巻き込んだ新しいビジネスのプラットフォームを作っていきます。うん。然后呢，他是为了实现这个业务项目呢，他自己跑到那个松下那边，然后跟那个充电器的那个公司一起沟通，还有跟那个市政府也一起沟通，然后做一个那个商务的联盟。まあ、いわゆるビジネスのプラットフォームを作り上げるということを一人のデザイナーが行い、その上で一つの実践活動をして成功させる。そして、台北での成功というものを使って、今度は世界中のいろんな問題を解決して、こうした問題を解決していく。そういうアプローチにすごく新しい可能性というものを感じました。然后呢，这个项目是在台湾那边的台北那边已经有的。然后那个他，这个陆先生的话呢，他作为一个设计师，还有作为一个那个商务的那个制作人，还有那个组织人，他做了所有的事情。所以当时我觉得设计师的新的可能性，从这个项目上感觉到了。この次のはちょっと変わった事例、小さい事例なんですけども、同じようにデザイナー、この場合は建築家なんですが、建築家の新しいビジネスを開いていく、そういうような事例です。这个是一种有点奇怪的那个案例。这个也是由设计系来推进的那个项目。这个是建筑设计系的 ，Ribbon 的。この事例はこんなふうにお話していくと分かりやすいかと思います。彼は、ごめんなさいね。はい、こっちで行こうか。彼は、ごめんなさい。
まずこの事例というのは下町にあるダウンタウンにあるはっきり言って汚い、貧乏臭い、ドミトリーですね。昔のドミトリーというもののリニューアルをしたというケースです。啊，这个是一个改造的项目。这个旅馆是在东京的老城区，然后这个旅馆很穷、很脏、很不好的环境。对。でなぜそんなことかっていうと、宮崎君って言うんですか、宮崎君はそのドミトリーに住んでいた。すぐ近くに芸大があって、その建築家に通っている間にこのドミトリーに住んでいたんです。然后那个右边的那个先生叫那个宫崎先生，嗯，他是日本人嘛。然后他在这里旅馆附近的那个东京艺术大学，上学的时候呢，他就是当时住在这个旅馆。それから彼は卒業してとってもメジャーな建築家のスタジオに入ります。それでドバイとか上海とかで一生懸命仕事をするんですね。はい。然后呢他毕业后他去了非常有名的建筑设计师的那个公司，然后为了项目他去了上海呀、迪拜出差，所以他应该很开心的工作的。それで、あ、これは自分の仕事ではないというふうに感じた。あ、不好意思、我说错了。然后他觉得、我不适合这种工作。然后他辞职。それで、どうしようかなと思って自分の原点でありますドミトリーを訪ねた。然后呢、他辞职之后呢、他不知不觉去了自己以前住的宿舍。で、あ、ここで何かできそうだと彼は考えて、ドミトリーのオーナーも、あ、貸してあげるよっていうことから、このビジネスが始まりました。然后呢、那个时候呢、他看到那个以前住的旅馆时候、觉得、可能我可能在这个地方可以开始新的那个设计。然后呢，房东也跟房东也沟通过，然后现在要开始这个项目。ただ改造したんではなしに、ここに非常に彼らしい解決策がありました。それは街にあるいろいろなものを取り込んだ形で新しいネットワークを作ろうというような考え方です。然后呢，这个改造是不仅是一个。简单的改造，这个改造的特点就是他们的旅馆改造的时候呢，跟周围的那个一些店铺啊，还有设施一起做了一个网络。まあ今までのホテルっていうと、ホテルの中にレストランを作ったり、ジムを作ったり、プールをして全部こう抱え込もうとします。で、それはおかしいのではないか。それでレセプションとそれから泊まるところだけ。困る部屋だけが用意されてます。それで、あとのものはすべて町を使ってくださいというような依頼をしてったということです。这个项目的特点是一般的酒店的话呢，酒店里面要设置餐厅啊，还有游泳池啊，还有健身房啊，所有的功能都要在酒店里面。但是这个项目的话呢，酒店就带有的功能就是那个服务台和那个房间客房，其他的功能比如说浴场还有那个餐厅都在外面的那个店铺。これはお風呂へ行くときのお風呂屋さんに行くときのセットです。はい。这个右边的照片就是如果你们啊客户要去那个外面的那个浴场的时候的那个一些装备。実はこのホテルなんですが、中国の方もすごくたくさん来ています。はい。听说这个旅馆的话呢，现在中国的游客也非常多。だから予約が取れない。所以呢，现在日本人约不到这个旅馆呢。本当に予約が取れない。真的很难约。それからカフェも入れない。然后咖啡厅也进不去的，人很多。はい。とても困る。我很难过。
次に紹介したいのは、これはあまりコメントありませんが、東京駅どこ行ったんだか、あ、東京駅が、これはちょうど100年目になります。この100年を記念して、前の広場と、メインのストリートを作り直したという事例です。第五个案例是那个东京站的那个江前广场的设计。然后东京站的话呢，去年有100年的历史，所以呢，为了100年的那个庆典，他们做了那个一个广场设计。まあ、日本の顔の部分ですから、顔の部分をリニューアルしましたというケースとして理解しておいていただければいいかなと思います。我对这个项目也没有太多的意见，只能说这个项目的话，まあ为了东京的入口，他们重新设计了。これはですね、オーガナイザーの側が全く予測してないけども、出てきた、エントリーをされたという一つの事例なんですが、はい。这个是最后的案例。这个是比较意外的那个项目、意外的作品。就是、这个右边的那个和尚、他没有意识到、会出品、这个出品到那个、这个 G-Mac ちゃん。二人の僧侶、まあもう一人友達がいるんですが、この友達の二人の僧侶が始めた新しい社会活動、ね、を応募されていました。这个作品是一个社会的活动、有这位、还有那个另外一个那个男生、总共有两位和尚、他们做的那个活动。でお寺にはこのようにお寺にはこのような形で、お供え物というんですけども、お参りをした時にお菓子とか果物が皆さん持ってくるという習慣があります。这个业务项目叫寺庙临时俱乐部。然后左边你们可以看到的是那个这个佛山佛山的前面有一些零食呀、饮料嘛，这个是那个日本的佛教的文化啊、那个还是这个食品的话，给那个佛像的。まあ日本ではお供えというんですけども、我们叫分送、はい、お裾分け、就是お供えという、はいはい。お供えと言います。これを恵まれない子どもたちにお裾分けをしようというような考え方のシステムです。然后呢，这个社会活动的目的就是把刚才看到那个零食饮料呢，分享给那个没有钱啊、比较穷的那个家庭的那个儿子。まあ簡単に言うと、お寺にお参りに来ます。お参りに来ると。お菓子や果物が来ます。そのお菓子や果物をお裾分けします。それを NPO の団体に送ります。そして NPO の団体が子どもたちに一つずつ手渡しをしていく。こういうような社会システムなんです。下面的那个表格说明的就是、教、那个佛教的那个教徒，还有那个周围的那个住民啊，他们经常去那个寺庙，然后拜访，崇拜嘛。那个时候把那个一些零食呀、食品，给那个寺庙的，然后寺庙的人呢，把那个这些食品，分享给那个 NPO， 就是那个志愿者的那个团体，然后他们来，安排一下，把东西送给寄给那个儿童。日本語ではお裾分けと言いますが、裾というのはこういう着物の裾というような感じです。これを分けるということで、まあ、ハッピーをこうみんなに分ける、少しずつ分けるというような言葉として、お裾分けという言葉を使っています。这个、东西呢、例如叫お裾分け、这个分送的东西、给别人分享的东西、例如叫お裾分け。裾就是那个衣服的那个这个部分，哎，没关系。然后，他的意思，那个お裾分けです，把这个东西呢分给别人，是这个意思。
まあ、そういうふうに言えば、これは善意をシェアしようとするシステムというふうに言ってもいいと思います。うん。所以呢、这个、活動的主要的目的是、分享善意、連打善意。うん、そのことで社会的に恵まれない子どもたちを助けるということと、もう一つはお寺の新しい機能、本当は昔からあるべき機能なんですけども、お寺がやっていなければならないファンクションというものをしっかり確立する。そのことを狙った社会システムだというふうに考えます。うん。然后呢、这个、活动的作用是还是解决比较穷的家庭的那个资源还有那个寺庙本来就有的那个功能的那个复活以前也其实有的但是到最近没有这种功能所以这个活动的是他们的寺庙的那个福泉で何より重要なことはお金が全然かかっていないということだと思います。然后这个项目的最大的特点就是没有花钱。もう一つ重要なことはデザイナーはいないというよりも、二人の僧侶がデザイナーになっているということだと思います。然后更有意思的、更有趣的那个事情就是说、这个项目里面任何一位设计师也没有。まあ、可以说的是可能这两位和尚就是设置师。さてこのように、6つの事例を紹介いたしましたが対象になったのはというと実はお寺 おやつクラブなんですね、うん、然后这个是大奖的那个六个作品的候选然后2018年 GMAC 奖大火的大奖就是中间下面的那个寺庙临时俱乐部。まあ、この投票には中国の受賞のでグッドデザイン賞を受賞とした方も、まあ、30人ぐらい参加してるんですが、うん、その方もほとんどこのお寺クラブに投票した。うん。うん、这个决定那个大奖的那会长参加了30多位的中国的设计师嘛，他们也是投票大奖的时候。大部分的人投票给这个寺庙临时俱乐部。まあそういうことを見るとやっぱり時代は変わっていくんだなっていうふうに思いました。うん。所以呢，看这个结果呢，我觉得现在时代已经变化了很多。まあこのように見ますと、やはり今のデザインというのは産業社会のデザインというものとはもう全く質が異なってきてるんだろう。まずこのことを自分たちとしては理解したいなというふうに思いました。所以呢，今日的设置是跟产业时代的那个设置完全不一样。所以呢，我想先了解一下现在的设置的那个这个思考思想和那个方法论。嗯。この新しい時代のデザインというのをどのようにどのような言葉で呼んだのがいいのか。それがちょっとわからない。でも、まあ私はちょっとこのようにということで、デザイン・イン・アワー・エラーというふうに呼んでみました。はい。然后呢、现在其实不知道现在的这个设计、怎么叫。但是呢、我个人自己做的是那个、这个、我们的时代的设计。はい、どうもありがとうございました。非常感謝。はい、このような形で説明をいただいて。